ワンポコを放出、始まるよ。今週のテーマは詐欺の被害に遭わないために大事なキャッシュカードを守ろう。県内でも被害が年々増えている特殊詐欺、人事ではありません。その被害額はおよそ1億5000万円にも上ります。詐欺事件の手口は年々巧妙化しており、中には社会情勢などに便乗するものもあります。また最近では警察官や金融機関の職員などを語って、実際に犯人が自宅に訪れキャッシュカードをすり替える手口の被害が急増しています。では最近急増しているキャッシュカードをすり替える手口とはどういったものなのでしょうか。これは一例です。詐欺グループはまず電話で警察官を名乗り、キャッシュカードが不正利用されているなどと言って口座情報や暗証番号を聞き出します。すると電話中やその直後に自宅に別の男が訪れ、新しいカードを発行するまで古いカードは封筒に入れて保管するようにと言ってキャッシュカードを封筒に入れさせます。そして男は印鑑が必要だなどと言って、被害者がその場から離れた隙に封筒をすり替えてキャッシュカードを盗むという手口です。それでは詐欺の被害に遭わないための対策です。警察官や金融機関の職員などがキャッシュカードを預かったり暗証番号を聞くことは絶対にありません。詐欺の電話の多くは固定電話にかかってきます。犯人と直接話さないように、在宅中だからこそ留守番電話に設定しましょう。今後は新型コロナウイルス感染拡大に便乗した手口にも注意が必要です。おかしいなと思ったら、まずは最寄りの警察か警察安全相談シャープ9110へ迷わずご相談を。岩手ワンコ広報室、また来週。